可能性としてはもう 15% ないでしょうね、やっぱりね。まだまだこう、希望はね、持って戦わなきゃいけないってところなんで。はい、中西恭輝のトラナナチャンネルということでね、本日は8月の試合の振り返りと、阪神が優勝するためには、みたいなテーマで、中西さんに残り試合の展望についてお聞きしていきたいなと思います。8月の阪神については、中西さんはどう見てましたか？スタートはね、非常に良かったですけどもね、8月入っての打線も当たってきてっていう感じで、まあ、昨年同様、こう、8月、9月っていうところで連勝をかなり伸ばせれるのかなっていう感じは思ってますけども、結果的には残念な結果になりましたよね。打線が8月の頭だけだったっていうところで、そこからちょっとこれ打てなかった。守りの方のミスっていうのもね結構あったんで、8月やっぱここで勝ち越せなかったっていうのがね、7月はね14勝8敗かな、かなりかなりちょっと見てきたっていうところだったんですけども、後半8月9月っていうところが一番大方監督としては勝負をかけていきたい月っていうところだったと思うんでね、結果的にだから残念な数字だったんじゃないですかね。球場としてもね、京セラをっていうところでまあ6試合使えたりとかね、非常にドーム球場も多かったし、コンディション的には例年に比べて非常に楽なこう日程だったと思うんですけどね。序盤は打撃の調子は良かったものの、そこから後半落ち込んできたっていうところもありそうですよね、うん、それとやはりミスでしょうね。バントミスとか振らなきゃいけないところの送れなかった、守りの方でしっかりアウト取れるところを取れなかったっていう、そういうどうしても負ける展開ってなればそういうミスっていうのがつきものなんで、この辺が多かったこれまでの月に比べて1点以上失点しているっていう状態になるとデータ上ではなるんですけど、中西さんはピッチャー陣についてはどう見てましたか？後ろの方でね、クローザーの岩崎がやられたりとかそういうところもあったし、8月になってくるとやっぱりね、どうしてもピッチャー落ちてくるというか、やっぱりこの暑さで投手の方がやっぱり弱くなってて打高投低になってくるっていうことはもう前々から言ってたと思うんですけどね、その中でこうドーム球場で結構ね空調の効いたそういうところでゲームかなり多かったと思うんですけども、そういう中でいつもより1点ぐらい多いっていうのがね、この辺も含めてのやっぱ成績だと思うんですね。先発陣はある程度回ってたと思うんですけど、前半から不調だったっていうところでね、伊藤であったりとか岩崎がやられたりとか、そういうところがやっぱりなかなかうまく復活できないっていうところかな、今日が大きかったんちゃうかな。やっぱ一番は私は中継ぎというか第二先発みたいな形で入ることもあればっていうところもあったと思うんですけど、急遽先発っていうのもね、ビデオの場合に先発っていうのもあったけど、どうでしょうね、伊藤青柳っていうあたりが復活できなかったというか、本来の調子にはなほど遠いなっていう、そういう内容でしたよね。優勝っていうところを考えた時に阪神は3位にいていて5ゲーム差っていうところで、試合数の消化も早いっていうところもあって厳しい状態になっているかなと思うんですけど、ぶっちゃけ中西さんはここから優勝ってあり得ると思いますか？可能性としてはもう 15% ないでしょうね、やっぱりね。残りゲームは少ないところで、過去にはね、残り22ゲームを6ゲーム差をひっくり返したっていう、そういうシーズンも過去にありますけども、タイガースとしてはやられたシーズンでしたけどもね、2008年ゼロではないでしょうけど、厳しい数字でしょう。連勝していかないと、ある時はね、8月から対ジャイアンツっていうところで8連敗したんで、阪神がね、まあ、それで巨人にひっくり返されたっていうところあるんで、まあ、そういう意味で言うと、もうカープとの残りゲームが3試合しかないんでね、ここを6試合とかあれば全勝していけばっていうところもあると思うんですけども、数字的にはほぼ厳しい数字。この間のカープもそうですし、ジャイアンツもね、1勝1敗っていうところで5割だったし、そういう意味では上の2チームはもう少しゲーム数が残ってて、直接で全て連勝していくっていう形で取らなきゃいけないと思う。それができないからね、やっぱり1勝1敗、カープには2勝1敗っていうところだったんで、次の対戦でだから全勝しなきゃいけないし、ゼロではないけど数字上は非常に厳しい数字だと思います。直接のカープと巨人っていうところは叩いていかなきゃいけない。もう残りゲームがでも少ないんでね、3試合しかないでしょ、お互いね。日本一って考えた時にクライマックスシリーズに出場するってところが前提条件になると思うんですけど、今4位の横浜ともゲーム差は2ゲーム以内ぐらいというところで、この辺はどう見てますか？怪しいでしょ、僕もね。横浜スタジアムでかなりやられてるというか打ち崩されてるんでね、 DeNA の打線はいい打線なんで、ここのところは打ち込まれてるんでね、まあ約 DeNA っていうところが一番防御って良くないと思う。本当にここに来て前回もそうやったら打たれてるんで、そういう意味では本当に4位っていうところもあれですし、クライマックスもね、3位じゃやっぱ意味ないんですよ。球団としてはやっぱり自分のところの球場でやれないと全然収益が変わってくるし、悪くて2位っていうところですよね。3位では監督交代、2位だったら独走っていう、そういう形で考えてるんで、まあ、過去にこう和田監督もそうだったしね、和田監督から金本監督に変わった時も3位で結構変わってるっていう
ていうのがあったし、3位っていうところは球団としては評価はしてないですよね。2位じゃないとクライマックスもやっぱり自分のところの球場でやれないんでね、そうなると全然収益変わってくるんで、2位も5ゲーム差ぐらいあるのでかなり厳しいところなのかなというふうに思ってはいるんですけど、中西さん的にはどう思いますか？厳しいでしょ。どちらかというと広島巨人の、ね、戦いっていうか一騎打ちみたいな感じになってて、1位も、ね、2位もって言ったらほぼ1位と2位が 0.5 なんで、それなら1位いけるでしょう、2位を目指すんだったら1位いけるでしょうっていうところなんで、2位をどうのこうのではないですよね。これ1位と2位がゲーム差がかなりね、4ゲームとかその開いてたら別でしょうけども、出てこう2位と3ゲーム差とかいうふうになれば別でしょうけども、1位と 5.5、 2位と5ゲームっていうところなんで、これは全然タイガースとしては優勝しか狙ってないと思うんです。今4位の DeNA にかなり打ち込まれてるっていうところで、ここに来てかなりやられてるっていうところなんで、DeNA も気になる存在ではある。そうなった時に残りの20試合どう戦っていくべきかみたいなところについて、中西さん見解あったら教えていただきたいんですけど、数字的に5割じゃとてもじゃないけどどうしようもないってことなんでね、7割から8割勝たなきゃいけないってことでしょ。クライマックスに関しては12勝11敗でいけば、横浜が17勝10敗以上でない場合はクライマックスシリーズに出場することができますっていうようなイメージです。クライマックスは DeNA 次第っていうところなんで、こことの対戦次第っていうところなんでしょう。18勝4敗っていうところでしょうね、残りのゲームっていう数字になってくるんで、4回しか負けられないっていうことになるからね、22試合でこの数字を見る感じではやっぱ厳しいですよね。その成績をできたとしても広島が5割以下にならないと。そうそうそう、広島も結局負け越さなかったね。広島が今の広島の状態見てたら5割以下ってことはほぼないと思う。18勝しなければいけないって考えたときに、チームとしての戦い方で変えるべきこととか、こうした方がいいみたいなのってありますでしょうか？ CS がなかったときはね、若手に切り替えたりとかして、こう来季を睨んでっていう感じで、こう若い選手を使ったりとか、そういうことはありましたけど、現状今 CS になってからほぼ昔のように強化ゲームっていうのはあまりなくなってきたんでね、3位以上を狙えるチームっていうのは現有戦力でベストのメンバーで戦っていかなきゃいけない。4位行くかの CS 確定でね、 CS も無理だっていうところになると、まあヤクルトだったり中日であったりっていうのは来季を見据えた若手に切り替えてっていうところができるでしょうけども、タイガースはそうはいかないんでね、やっぱりね、まだまだこう希望はね持って戦わなきゃいけないっていうところなんで、だからそういう意味ではこう現有戦力で、しかもその現状の中での一番いいベストの選手っていうところもやっぱり戦っていかなきゃいけないと思うし、ピッチャーも特にいいピッチャーから出していかなきゃいけないと。まあ、そうなるとやっぱ最強を中心にっていうところになってくると思うんでね。岡田監督のインタビューの中で、石井投手、桐敷投手の3連投っていうところはこれまでそんなに多くはなかったけど、どんどんしていくことを視野に入れるみたいなインタビューがあったんですけど、その辺も中西さんがおっしゃる通りのところで、いいピッチャーをどんどん使っていくというような方針になっているということですかね。岡田監督は出し惜しみっていうのが一番嫌がるんでね、ゲームの中で最善の手を尽くしてやられたのかっていうところを非常に こだわる監督なんで、このピッチャーこのピッチャーって感じでいいピッチャー、ヒリシキ石井に限らず3連投4連投っていうところもやっぱりゲームの展開によってはあると思うね。先々を見ていくそういう戦いではないんで、もう目先の一勝を追い求めなきゃいけない、そういう戦いになってくる。内容よりも結果なんで、こっからのゲームはね、結果はもう勝ちという白星をつけなきゃいけないっていう時期なんで、そういう意味ではだから連投も多くなってくると思いますよ。本当出し惜しみしてこの選手をね使わないで我慢して、それでひっくり返されたりとかして負けるっていうのも非常に嫌がるんで、ベストを尽くしてやられたらまだしょうがないという考えはあるんで、なんで使えないんやっていうのはよく終わってからコーチ会で怒られましたけどね、もうゲーム前が今日は使えませんっていう風にピッチングコーチからは言いますよね。高橋遥人投手が一軍に再登板してっていうところで新しい選手っていうのが出てきたっていうところあると思うんですけど、9月以降ってこういうところってありそうですか？新しい選手ね、他には高橋門別っていうところもこの間投げたけども、だから他に新しい選手はいないでしょう。カープ戦に限って言えばね、当然高橋遥人が頭にいくと思うんですけど、そこにこうやっぱいいピッチャー才木であったりとか大竹、ここはもう次のカープ戦はだから高橋、才木、大竹っていう感じでいくんじゃないですか。残り3試合しかないんでね、もうせめて2カード6試合あればなんとかは全て勝ってっていうところもあるけども、タイガースは本当にこう17勝18勝っていうのをして、なおかつカープが5割以下っていうところになってもらわなきゃいけないっていう数字でなんで、新しいピッチャーこれから投げ出すようなまあほぼカープの優勝が決まったっていうところでの残りゲームっていうところだけじゃないですか。井上選手が一軍で初のホームランっていうところもありましたけど、打者の方ではいかがですか？バッターの方もだからまあ井上とかね、この
この辺ぐらいでしょうし、ファームの方で活躍してるね、打率のいい高卒の選手であったりとか、優勝とチームっていうところは決まってからのところでしょう。野手も新しく出てくるのかな、三坪とか山田若手の選手っていうのはやっぱ結果が出てからじゃないですか。それまでは野手もピッチャーもないと思うんですよ、新しい選手がね。ということでね、非常に数字的にはこう厳しくなってきましたし、うまくこう勝ち星がね、昨年の大型な練習っていうのは、ね、終盤ないんでね、この9月は大きな練習っていうのをしていかなきゃいけないと思うんですけどね、皆さんまたね、コメント欄の方によろしくお願いします。そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。